この前のバレンタイン、5人の女の子からチョコもらったから、ホワイトデーはやっぱりお返しした方がいいよね。もちろん手作りチョコをくれたはるかちゃんには、特別なものでお返しだ。みんなへのお返しを買いに行くぞ。あ、リクくん、じゃあ遊ぼう。はるかちゃん、あ、でも今日しかお返しのものを買いに行く日がないんだった。ごめん、僕大事な用事があるんだ。だからまた遊ぼう。はるかちゃんへのお返しはサプライズであげたいから秘密秘密。残念、こっそりついて行ってみようっと。こんな女子のお店初めて来るから緊張する。ドキ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 。いらっしゃいませ。リクくん、ここに入ってきたの？こんな女の子のお店に何しに来たんだろう。僕バレンタインのお返しとして何かあげたくて。ホワイトデーのプレゼントですね。アリスちゃんのお返しから決めよう。アリスちゃんといえばいつもおしゃれな洋服着てたよね。私ね、可愛い洋服や可愛いアクセサリーが大好きなの。よし、アリスちゃんは髪も長いし、きっとヘアゴムとか喜んでくれるんじゃないかな。可愛いヘアゴムってありますか？ありますよ。なんとなんと今はホワイトデーサービス。この中にたくさんのリボンが入ってるんだけど、一回掴んだリボン全部あげますよ。やったー、僕そういうの得意なんだ。一回でできるだけ多くのリボンを。よし、6個も取れた。おめでとうございます。ではこちらの袋に入れて。はい、300円。リクくん、あんなに女の子のリボン買うなんて、一体何人の女の子にあげるの？はるかとの遊び断って女の子へのプレゼント、お買い物してるの？あ、出てくる。ありがとうございました。次はキアラちゃんへのお返しだ。キアラちゃんは確か猫が大好きって言ってたから、ペットショップに行ってみよう。何かいいものが売ってるはずだ。リクくん、次はどこに行くんだろう。気になるよ。いらっしゃいませ。あ、リクくん、どうしたの？バレンタインのお返しに猫が大好きな子に何か買いたくて。猫ちゃんが大好きなら、あ、これ、うちの姫さんもつけてるんだけど、その姿とっても可愛いんだよね。あー、でもこれだとキアラちゃんにお返しっていうより猫のモモちゃんにあげるみたいな感じになっちゃうか。リクくん、リクくん、それならこれはどう？このペットショップでは動物グッズもたくさん揃えてるの。猫ちゃん好きならこの招き猫とかどうかな。可愛くない？わー、可愛い。僕も欲しいぐらいだよ。これにします。喜んでくれるといいね。あ、そういえばリンコちゃんも元の姿はインコだから、これあげたら喜んでくれるかな。これはここでしか売ってないすっごく美味しいインコのご飯だよ。前リンコちゃんにこれ買った時、とっても美味しそうに食べてたから。よし、これをもう一回あげよう。リクくん、ペットショップなんか来て何買ってるんだろう。リクくん、猫しか飼ってないのになんで？もしかしてインコを飼ってる女の子へのプレゼントなんじゃん。あ、出てくる。リカちゃん、シャルルくん、ありがとうございました。また来てね。あとはユキナちゃんとハルカちゃんへのお返しか。ユキナちゃんは最近本を読むのにハマってるって言ってたから、本屋さんに行こう。リクくん、浮気してるの？今すぐ聞きたいけど聞く勇気が出ないよ。いらっしゃいませ。あ、あの後ろ姿はエマちゃん。あら、リクくん。リクくんが本屋さんに来るなんて珍しいじゃない。どうしたの？ユキナちゃんにチョコをもらったお返しに本を買いに来たんだ。でもたくさんありすぎて、どれが面白いのか全然わかんないよ。そういうことなら私に任せなさい。これ、この前読んだんだけど、すごく面白かったからおすすめよ。へえ、エマちゃんを信じてこれにしてみるよ。で
えばリク君、他の女の子にお返しするなんて彼女のハルカちゃんがやきもち焼いてしまうんじゃないの？やきもち？そんなことないはず。だって彼女はハルカちゃんだよ。本命のお返しもハルカちゃんだけだもん。それでもよ、ホワイトデーにお返しするのはいいと思うけど、はるかちゃんには言わない方がいいんじゃない？そうかな。わかった。大好きなはるかちゃんに悲しい思いはさせたくないしね。それじゃあ一緒に選んでくれてありがとね。女の子はすぐに焼きもち焼いてしまうこと、りくくんはまだわかってないのね。バレないようにバレないように、こっそりみんなにお返ししたらいいんだよね。ダメだ、やっぱり気になる。こそこそ後をつけるのも嫌だし、直接りくくんに聞いてみるんだ。りくくん、りくくん。はるかちゃん、今日何してたの？今日は焼きもち焼いちゃうから、あまりはるかちゃんには言わない方がいいんじゃない？ママと買い物してたよ。さっきママ帰ってったから、僕今一人だけど。りくくん嘘ついてる。一人で女の子のものばかり買ってたの、私見たもん。これ以上聞かれたらごまかせないよ。じゃあそういうことで、またね。あ、りくくん、さっきすごく焦ってたし、やっぱり私以外に彼女がいるのかな。明日素直に聞いてみよう。せっかくのサプライズがバレちゃうところだった。あとははるかちゃんへのお返しだけだ。はるかちゃんは唯一手作りのチョコをくれたし、何より大好きな彼女だし、お返しはあれにするってもう決めてるんだ。そうそう、このお店このお店。いらっしゃいませ。ゆっくり見ていってくださいね。うわー、いっぱいありすぎて悩むな。はるかちゃんに似合いそうなのはこれだ。ありがとうございました。明日のホワイトデーでチョコをくれたみんなにお返しだ。あー、ごめんみんな、もう来てくれてたんだね。私だけ呼び出されたかと思ってちょっと期待しちゃったのに。私もやっぱりはるかさんよりキアラを選んでくれたと思ったのに。みんないるんだもん。でも久しぶりに会えて嬉しいよ。りくくん元気だった？うん、元気だよ。みんなバレンタインの時は美味しいチョコくれてありがとう。今日ホワイトデーだから。はい、アリスちゃんにはリボン。わー、こんなにもらっていいの？早速つけてみたけど、とっても可愛いね。りくくんありがとう。うんうん、いい感じ。キアラちゃんには猫のお人形さん。なにこれかわいい。私猫ちゃん本当に大好きだからすっごく嬉しい。やっぱり招き猫を選んでよかった。ゆきなちゃんにはこの本。これずっと欲しくて今日買いに行こうとしてたの。嬉しい、ありがとう。エマちゃんが面白いって言ってた本だから間違いないはず。そしてリンコちゃんにはこれ、前にすごい美味しいって言ってくれたから。キャー、これもう一度食べてみたかったの。また食べれる時が来るなんて。今度売ってる場所教えてあげるね。リクくんありがとう。いえいえ、それじゃあ僕は本命のはるかちゃんのところに行くから、みんなバイバイ。はるかちゃん、リクくん、その子たちにプレゼントするためにこの前いろいろ買い物してたんだ。私見てしまったの、リクくんが楽しそうにお買い物してるとこ。見てたの？リクくんの彼女は私だけって思ってた。でも実は4人も彼女がいたなんて。リクくんはそんな人じゃないって思ってたのに。違うよ、男の子としてバレンタインのお返しをって思って。ひどい、リクくん私のこと好きって言ったの嘘だったんだ。あ、はるかちゃん、ちょっと待ってよ、はるかちゃん。嘘なわけないじゃん。僕の本命ははるかちゃんだけだよ。好きなのははるかちゃんだけだし、これからもずっとずっと変わらないよ。りくくん、はるかちゃんだけにはホワイトデーはサプライズしたくて、だから嘘ついてしまったんだ。ごめんね。これチョコのお返しなんだけど、受け取ってくれるかな？私にお返し？ドレスに、ティアラに、バッグまで。今はまだこんなものしかあげれないけど、僕の気持ち伝わったかな？
あとね、はるかちゃんだけには手紙を書いてきたんだ。ちょっと恥ずかしいんだけど、聞いてね。僕の大好きなはるかちゃんへ。はるかちゃんと付き合い始めてもう1ヶ月だね。バレンタインの手作りチョコ、すっごく美味しかったよ。付き合い始めてさらに遊ぶようになって、はるかちゃんの優しさや思いやりがあるところ、僕はもっと好きになったよ。これからも僕がはるかちゃんを幸せにしたいです。ずっとずっと仲良しでいようね。リクより、これが僕の今の気持ちだよ。リクくん、疑ってごめんね。はるかもリクくんが大好き。ありがとう。ちょっとはるかちゃん泣かないでよ。僕も本当に大好きだよ。リクくんとはるかちゃん仲直りできてよかったって思う子は評価をぜひ。ここでみんなに質問だよ。みんなは彼氏いる？いない？コメント欄で教えてね。はるかとりくくんが付き合った時のバレンタインのお話がこの上の動画だから、よかったら見てね。チャンネル登録もお願いします。関連動画からもココナちゃんを見ていってね。また次の動画でね。バイバーイ。